1992年8月15日、後に大物 YouTuber となるある男が滋賀県に生まれた。小さい時から元気な子として育ったこの男の子は、親から愛され天真爛漫な幼少期を送りました。小学校時代はサッカーに取り組み、フォワードとしてチームを引っ張りました。ある人によれば、スポーツ勉強ともに万能で、一つのことを最後までやり遂げる努力家であったとも言います。そして2014年秋、この男にある出会いが生まれる。バリオブラ、俺もやろう。はじめは遊び半分だった動画投稿も、日にちを重ねるごとに本気度を増していき、今現在チャンネル登録者数6万5000人超え。どうも、ワイヤレス麺店電化ハイナリです。いやー、先ほど映ってた、赤ちゃんから子供時代、幼少期、あれ誰か皆さんご存知ですよね。そう、皆さんが言った通り、あれワイヤレス麺店花尾くんです。いやー、花尾くんがね、いやー素晴らしく、いやー成長しているところを、まあ一応書いてみたんですけども、今日何日だっけ。え、いや今日は、8月15日やろ。あ、今日か、今日8月15日ということで、いや花尾くん今日誕生日か、ということで今日誕生日おめでとうございます。いやー花尾くん誕生日おめでとうございます、本当に。いやー僕からね、言わせてもらうと、君と出会ったのはまあ大学1年生の頃で、まあ僕だけが初心者で、まあみんなが経験者という、僕電話にとってはかなり苦しい状況だったにもかかわらず、まあかなり仲良くしてくれて、もう昔からね、やっぱりこのメンバーとだから、まあウィンドサーフィン続けれたとか、このメンバーとだから一緒に4年間過ごせたとか、いっぱい思ってることあります。はい、やっぱりまあ正直あの6人のメンバーは親友だと思ってるので、僕は、はい、これからもずっと仲良く、そしてまあ24歳の花尾くんも応援してます。で、ここでなんですけども、なんと他にも僕以外にも、なんとメッセージをくれた方が何人かいらっしゃるんですよね。それをね、花尾くんにも見ていただきたいです。ではどうぞ。はい、花尾くん誕生日おめでとうございます。そうですね、僕今東北で働いていまして、雄三です。でですね、まあ寂しくなる時とか結構あるんですけど、そんな時に花尾チャンネルを見て、元気もらっています。ということで、これからもね、多分忙しくなると思いますけど、まあ、動画のアップの方楽しみにしてます。どうも、マサラタウンです。今日は花尾くんの誕生日ということで、おめでとうございます。すごい楽しいで羨ましい生き方をしてるなと思ってますので、これからもそんな感じで頑張ってください。応援してます。以上、サラタウンでした。花尾さん誕生日おめでとうございます。24歳ですね、お互い。24歳言うたらもう結構おっさんですけど、まあおっさん YouTuber としてまたこれからも名を馳せてってください。9月は帰還するんで、その時まあ飲みましょう。今後も頑張ってね、お疲れ。おはようございます、シマヘルです。まあ、今日はですね、花尾くんの誕生日なんですけども、とりあえず花尾くん誕生日おめでとうございます。いや、花尾くんとはちょっと部活の同期で1回生の頃からずっとやらせてもらってたんですけど、やっぱり花尾くんの変人っぷりにはね、僕らもだいぶ振り回されたんですけど、いやそれでもちょっとそんな変人っぷりを生かしてこんなビッグな男になるとはちょっと思ってなかったんで、いやほんまにすごいと思います。ちょっと一ファンとして僕も今後の動画楽しみにしてるんで、頑張ってください。では、
おはエルス麺店花尾くん、誕生日おめでとう。今日は一生心に残る8月15日になりましたね。大学では頼もしい愉快なお友達や、部活では可愛い後輩たちに恵まれ、またチャンネルの中では心優しい視聴者の皆様に支えられ、応援していただいて本当に幸せで、とてもありがたいことですね。今の感謝の気持ちを胸に、卒業までの一日一日を大切に、花尾らしい人生を歩んでいってください。辛く苦しい壁にぶち当たった時は、今日の良き日を思い出して、せーの、なんやかんや耐える、きっと乗り切れると思います。最後になりましたが、伝言さん、誕生祝いの面白そうな客を考えていただいて、心からお礼申し上げます。今後とも花尾のことをよろしくお願いします。花尾の母より。いやいや、ほんと友情っていいですよね。いやほんと友情っていいと思います、本当に。でお母さんのコメントもね、いや本当に、まあ、たまにしか言えないことなんでね。花尾くんどうでしょうか。はい。で、いやこれまでね、花尾くんも大変だったんですよ。いやまあチャンネル登録者数もね、最初は全然増えなくて、でまあそれを表した図がこれです。皆さん見てください、これ花尾くんの日にち、 YouTube 始めてから日にちを、まあ登録者数の推移を表したグラフなんですけども、見てください。最初の方全然登録者数増えないんですね。いやー、何本動画出しても10人やっと増えた、10人やっと増えたで喜んでた時代が長く続きました。はい。この頃も花尾くん苦しんでましたけども、でも必死に頑張ってました。はい。で2016年の3月5日、この前に1万人突破してから、見てください、今までの頑張りが報われてかなり縦線になってきてますね。はい。いやー、この頑張り、皆さんもやっぱ評価してあげてください。はい。で今回誕生日を一緒に祝って、さらに伸びを期待しましょう。はい。で今回この今現在伸びてる、チャンネル登録者数伸びてる花尾くんに、僕たちのねメッセージとともに思い出もプレゼントしたいと思います。ではどうぞ。花です。はい、ついにやってまいりました。ゴッドフェス。